皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。トロピコ6、実況始めます。冷戦時代に突入した前回。いやほんと長かったのな世界大戦。もう21世紀目の前なんですけどね。赤もメリケンも待ちわびた冷戦時代。財政も雇用も絶好調なトロピコで迎える冷戦時代。やれることも前の時代からさらに拡大する我がトロピコ。それでは今回も南国生活頑張っていきましょい。ごっこのマニーは40万ドル近くあって実によきかな。まあご主人様のスイス銀行口座は空っけつなんですけどね。ブローカーが便利すぎるんで仕方ないですね。町ぶりカスや派閥の支持上げるのにガンガン使っちゃったのよね。まあこんだけ資金あれば冷戦時代もいけるっしょ。冷戦時代になり新たな顔ぶれも多数登場。すでに大使館には東西両陣営をお迎え済みです。また小遣いせびってやっから覚悟しとくのよ。そのためにもまずは有効度を上げる必要がありますけどね。さて新時代のトロピコ、何から始めたもんかしら。やっぱあれか、観光一泊。それもいいですが、その前に新時代の準備を進めましょう。まずは植民地時代からお世話になった海賊のエリエにグッバイ。今までサンクスな。襲撃で稼ぐ1万ドルには何度も救われましたね。けど大海賊時代はもうとっくに終わったにゃ。すまんな、眩しい君の笑顔を多分僕たちは忘れない。アディオス。そして新時代の輸出品のチェックです。売れ筋の確認大事よね。ウランやアルミなどの鉱物資源が新たに追加されていますね。他にも宝石とかチョコレート、家具なんかいい感じに稼げそうなのな。中でも自動車の価格が突出してますが、これはかなり生産するのも骨でしょうね。ここから新時代のトロピコを支えるビジネスを探さんとな。我がトロピコの面積は限られていますから、今の産業を潰して新たな産業を起こすことも考えねばならないでしょう。選択と集中よね。次は新時代のダーティーワーク。撤去した海賊のエリアに代わってスパイ養成学校をアンロックします。やっぱ冷戦といえばスパイよな。建設場所は大学と刑務所の間。よく見らず異文とカオスな並びしてるのよ。公的機関の配置もどこかで一度整理したいところですね。ほどなくスパイ養成学校が完成。トロピコ中の学校と名付けるのよ。で、スパイに来た気は何ができるの？では確認してみましょうか。また分取れる世界遺産増えてんのな。ええやん。反体制派の洗い出しや扇動、また外国から設計図等を盗み出すなどメニューもなかなか豊富なようですね。働けるのが大卒者のみというのが厳しいですが、すでに大学を建てていますのでそこはまあ大丈夫でしょう。どの世界遺産分取ってくるのか考えとかんとな。とりあえず宝探しを中心に24時間稼働でおなじゃす。スパイは労働基準法の適用外なんや。すまんな。そもそもトロピコに労働基準法はありませんけどね。新時代を迎えて財政強化。新たな商売として株工房をアンロック。材料は板材だけ。お船作ってもまだ余り気味だからちょうどいいのよ。しかもなかなか高値で売れますしね。場所は造船島の港正面。造船所が集中してるとこだから材料の輸送もバッチリ。マニーはなんぼあっても困らんからな。全然稼いだってな。新時代の準備に勤しむ我々の前に新たなキャラが登場。伝達です。どうしよう、この通信の安全を確保してください。東側条約機構代表のナディアさん。つまり赤やな。ゴルビーネキと命名するのよ。ナディアさんだっつってんだろ。最初のおねだりは西側への妨害工作。ただ現在小遣いのために両陣営ともごますりの真っ最中。ちょっとタイミング悪かったのな。ゴルビーネキすまんな。さすがにこのタイミングでの嫌がらせは避けたいですね。まあ拒否ったら下で赤の有効度も下がっちまうのは確かゆし。とにかく却下。顔を洗って出直してきてもらいましょう。次はもっとソフトタッチなおねだりをお願いするのよ。そして新時代に合わせてペヌルディーモさんからの提案。戦争が終わりましたぞプレジデンテ。国際的ランドマークの配色、各国の仲間入り、観光客向けに南国の楽園作り、プレジデンテの偉大さを世界に知らしめるためにこの3ついずれかの事業をしようとのことです。君なかなかわかってるじゃないのペヌルディーモくん。ちなみにこれが次の時代に進むためのミッションのようですね。さてどれにしましょうか。簡単なのは世界遺産よね。でもそれだとちょっと味気ない。核もええな。リリンの生み出した文化の極みなのよ。でもやっぱここは南国の楽園。これよ、これ。まあもともとそれやるのが目的でしたからね。いいんじゃないでしょうか。トロピコに訪れた観光客が累計500人に達すればミッション完了みたいですね。500人、いけるわ。ならそろそろ観光業、行っとく。その前に派閥からのおねだり対応を済ませておきましょう。いやープレジデンテ、久々のデルモンテ。おねだりは宝石3000個の生産です。宝石は儲かりそうなのよ。材料の金は一応採掘してますね。珍しくええ提案してくるのなデルモンテ。儲かる話ならもう満体ええで。では金を採掘している本当に宝石工房を建設します。場所は港のお隣。なかなかの高立地。家具と宝石、なかなか高価格な商品が輸出のラインナップに加わりました。もう貧乏はコリゴリやからな。まだまだ稼いでくのよ。
じゃあ観光始めっか。ゴルディネキからのおねだりです。水差してくれんじゃないのゴルディネキ。おねだりの内容は大使館近くにカクテルバーを建てること。アクター5のお楽しみってか。ええ身分やな。まあ金はあるからええで。完成したら移転すっけどな。ということで大使館横に建設指示。こんなとこに建ててもろくに客も入らんのよね。完成したら住宅街に移転しましょうかね。いろいろ一段落しましたので観光始めますか。いざやろうってなるとなんか邪魔が入るのよね。で、観光は何から始めればええのん。観光に必要な施設は冷戦時代になって初めて開放されます。基本は宿泊施設とアトラクション、あとは飲食店を揃えるのが基本ですが、まずは観光客の窓口となる観光庫を作るところからですね。場所は本島の東側、お金持ちの住宅地の近く。ゴミゴミした輸出港と貧乏ハウスは観光客に見えないようにするのな。次は宿泊施設ですね。キャビンや別荘、モーテルなどいろいろな施設がありますね。宿泊できるニキネキの数もそれぞれ違うのな。まずはやはり効率重視、宿泊できる人数も多いホテルから始めるのがいいでしょう。場所は観光港のすぐお隣。到着すぐにチェックインできるのよ。次はアトラクション、このシーニックアウトルックなる物を建ててみましょうか。これなんなの？展望台的サムシングじゃないですか、知らんけど。場所はホテルのお隣でいいですかね。これって海沿いに建ててバカンス的なアトモスフィア醸し出すもんじゃないの？場所がどこだろうが観光客が来ればそれでいいんです。ええのんか。これだけでは寂しいのでもう一つ古代遺跡も追加です。古代遺跡はもともと遺跡のある場所にしか建てられませんが、ちょうどすぐ近くにあるんですよね、都合のいいことに。つうかこの遺跡そんまま観光できるわけじゃないのね。まずはこんなところですかね。スモールスタートでトロピコの観光事業開始です。観光事業の準備を進めているところに大使館隣のカクテルバーが完成。ちょうどええな、これも観光地に移転するのよ。おねだりは聞きましたしね。別に移転しないとか誰も言ってないのよ。すまんな。さらに新たなキャラも登場。冷戦で登場した新たな派閥、環境保護論者リーダーのサニーさん。要はグレタやな。グレタさん随分垢抜けましたね。グレタがグレタ、ガハハ。おねだりの内容は憲法で排出権ゼロを設定。却下。でしょうね。そんな意識高いことにうつつを抜かすトロピコじゃないのよね。すまんな。まあまた別のおねだり持ってきてくれや。ほどなく観光施設が次々完成。まずはホテル。続いて観光校。シーニックアウトルック。古代遺跡、これで観光客をお迎えする最低限の準備が整いました。でもほんとささやかな観光地なのな。早速観光客様のお出ましです。はっや。観光客を乗せたフェリーが今観光港に着岸します。トロピコ初の観光客となる10人のお客様が到着されました。メンソーレトロピコ、しっかしまあこんなしょっぽいとこによく来たな。自分で言いますか。いややっぱ観光地じゃん。ゴージャスアンドラグジュアリーかつエレガントにドーンとやりたいじゃない。なあ、んかプレジデンテのイメージと違うのよね。まずは何事も経験です。プレジデンテ、まずはこの規模で観光業に慣れて大規模化するのはその後です。そもそも土地が足りませんしね。せやな、派手に観光やるならちょっといろいろ整理しないとダメなのよね。当年は本島のこのエリアを中心に観光業を進めていきましょう。とりあえず観光業が立ち上がったところでまたまた新キャラ登場。警戒を怠るな。政府を乗っ取ろうとする輩はどこにでもいる。西側条約機構代表のスコット大佐。ケツアゴやな。ケツアゴですね。おねだりの内容は大使館近くにファーストフードが欲しいとのこと。さすがメリケン、ハンバーガーなしには生きていけない。はしたないケツアゴなのな。で、建築でもヨシグーでも好きなもん建てちゃるのよ。地味にハンバーガー屋外すという演出な嫌がらせ。まあ完成したらまた観光地に移転するから何でもいいのよ。そうですね、とりあえず建てるだけ建てておきましょう。移転する前にたくさん食べときなケツアゴ。ということで大使館隣にファーストフード店を建設。もともとここにあったキャバレーは観光地に移転しました。今後は何かおねだりするたびに隣の店が変わることになるのな。有効度も上がってきましたので援助も再開。てことで金くれメリケン、やっぱ貿易ガンガンしてると有効度の上がりもはっちゃいのな。正直もう別に援助なくても大丈夫なんですけどね。もらえるもんは全部もろたらええねん。観光業もぼちぼち、ホテルや観光施設にも少しずつ客が入り始めましたね。とは言ってもまだささやかなのよね。収益に貢献するのはまだまだ先になりそうですね。今は勉強中ことにしとくのよ。輸出が好調で国庫も40万ドルを突破。金のあるうちに建てておきたい施設も建設しましょう。まずは研究所ですね。研究に必要なポイントがこれでさらに稼げます。場所は高校の正面。やっぱ金にならないけど必要な施設は金のある時に建てておかんとな。
またいつ貧乏生活になるかわかりませんしね。時間を稼いでくれたな、プレジデンテ。大使館隣のファーストフード店も完成。じゃあ行ってみよろ、吉波。すまんな、ケツヤゴ。規模は小さいですが観光はそこそこ順調。ホテルが満室になる日も増えてきましたね。なら客室増やさんとな。じゃあホテルをまた建てますか。でも宿泊施設っていっぱいあるやん。またホテルってのも味気なくない。そうですね。それならばモーテルはどうでしょう。いいね。ということで古代遺跡のお隣にモーテルを2軒追加です。そうなるともう少しお店やアトラクションも増やしたくなるお年頃。お店はまあ大使館の隣から移転すればいいとして、確かにアトラクションは何か欲しいですね。せやろ。まあ様子を見て何か追加することを考えましょう。しかし冷戦時代になって新たな問題も発生。どうしたの。電力不足で缶詰工場が操業停止になりました。やっぱ発電所一つじゃダメなの。冷戦時代の施設は大体電力が必要になりますからね。今までと比べると必要な電力量も跳ね上がっています。とりあえずは空き地に2軒目の発電所を建てましょう。でも発電所だけじゃダメじゃん。燃料は大丈夫なの。現在燃料は石炭を使っていますが、炭鉱1軒ではちょっと不安がありますね。そこで石油ですよ奥さん。石油採掘機をアンロック。これで海上の油井から石油を採掘することができます。エネルギーも新時代なのな。海上油田なら島のスペースも取りませんから一石二鳥です。これにはグレタもブチギレ5秒前。燃料の状況を見てあと1軒くらいは追加が必要になるかもしれませんね。重ねてすまんな。ほどなく2軒目の発電所が完成。海上油田も完成。これで当面のエネルギー問題は解決です。いいじゃない。余るようなら輸出に回してもいいですしね。金には余裕あるからもっと石油掘るのもええな。そしてやってきました選挙の季節。いつもの演説はまた再放送。通過もう必要なくね。そして選挙の風物詩、宮殿を襲うゲリラ。またなの。前回同様目の前のゲリラを眺めるだけの兵士たち。おめえらマジええ加減にせよ。まあ最終的には撤退してくれましたけどね。選挙には当然のように圧勝。やったぜ。高い支持率を維持できてますから結果は堅いですね。冷戦に突入後最初の選挙が終わったところで今回はこんなところですね。なかなか順調じゃない。そうですね。新時代になってかなり色々な施設を建てましたが、国庫は相変わらず順調。着々と残高も増えてますね。株や宝石がいいマニーになってるのな。観光客の累計も100人を突破。次はこちらが稼げるようにテコ入れしていきたいですね。もっといろいろ作って魅力的な観光地にしたいのよ。それでは新時代を迎え、地域健康なトロピコを眺めつつ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。